全然見てない。はい。欲しそう。めっちゃ夢じゃん。夢じゃないですけど、3位になったんです。でも、まあ、アルバイトやめたんです。アルバイトもやめれて、そこまで仕事が来て、はい、仕事もちょっといただけるようになって、ね、はい、すごい。だから、多分新格闘プロレスの人相手にデビューしたエンセンさんより、あの当時デビューした時のエンセンさんよりは有名かもしれないです。すごい。